時に好きだったアイドルとって誰？はい、モーニング娘。とあああとはミキティ。ミキティ。スピード。あー超真似した。え、マジで？マンさんは？私あ、え、私私タドキンタリよ。誰誰って誰って誰って。ちょっと待ってちょっと待って、何マッチ知ってるでしょ？知ってる。知ってるでしょ？トシちゃん知ってるでしょ？知ってる。もう一人よっちゃん。よっちゃん3人目のタドキンタリよって。ちょっとジャイアントダッチ、ちょっとあゆ知ってるでしょ？浜崎あゆみさん。そのあゆの長髪でちょっと太っちゃったけど、めっちゃ好きっちゃう。一人しかわかんないってどういうことなのよ。ここは北海道発のアイドルグループフルーティーが通う女学園。日常に便利さと楽しさを与えてくれるスマホアプリを学びます。今夜の授業はクラス騒然の大変身。さらにアイドルの真髄が問われる。ちょっとね、授業する前に衝撃の事実を知っちゃったんで。先生なんて言ったんですか？噛んでないよ。メロン担当の葉月ちゃん、嫌いな食べ物メロンってどういうこと？マジで？そうだ。それ言わないでください。言っちゃダメなの？言っちゃダメですよ。うるせえよ。一応バレてんだよ、先生。はい、はい、メロンになりたくなかったです。え、何それ、ちょっと待って。裏事情、やな話になる。緑の衣装がもう用意されてました。そうなの？はい。北海道といえば夕張メロンとか。ああ、そういうイメージか。それでもしメロン担当の子がいたら、それだけでイベントとか決まっちゃうかもしれないけど。やらしいわ。そうそうそう、やらしいやらしい。さすがリーダー、それも考えてますね。でもね、自分担当だからそこは大事にしないとね。はい、星ぶどうちゃんなんかもすごい使命感に駆られて。ないですよ、そんな。枯れて枯れてひどいんですから。別に枯れてないですよ。アイドルの鏡ですからね。違う、枯れてないですから。はい、ご苦労さん。先生無視しないで。はい、というわけでね、授業に入ろうと思うんですけど、今日皆さんに学んでもらうのは、はい、歴史です。今回使用するアプリは怪人百面相。怪人百面相。一つ汚ねんだけど。いや、ちょっとやめてくれる。いや、ちょっと私も一生懸命フルーティーの仲間に入りたいでしょ。本物の怪人。怪人百面相は有名人やキャラクターなどあらゆる顔に変身できるアプリ。操作は簡単。マスクを選び顔をカメラに映すだけ。リアルタイムで顔の動きに合わせてマスクも動くので、その人物になりきることができます。自分で撮影した写真もマスクにすることができる。ということで森尾先生が用意したのは、ちょっと撮りました。おお、撮られた。星ぶどうちゃん撮りました。いい星具合。いい星具合ってどういうこと？それ素晴らしい。素晴らしいとかいらないです。じゃあね、変身してみましょうか。星ぶどうちゃんになりたいよっていう人。え、なりたくない。いや、なりたくないとか声出して言うなよ。なりたくなるかもしれないけどさ。あーじゃないし、先生もそんなにっぽい顔しないで。やめましょうか。やめましょうじゃない。なんでこれ楽しい授業でしょ。やめてください。やめてくださいじゃないよ。ね、ちょっとないから。ごめんなさい、誰か犠牲になってください。犠牲ってやめてよ。はい、偉い。さいちゃん、いいです。やってみよう。いや、なんでそんな、やってみよう。そうそう、画面に。あ、なんだ、自分。うわー、うわー、ちょっと待って、ちょっと待って。先生、はい、こんなことになる。まさかの悲鳴。悲鳴になる。うわ、歯ぐき、歯ぐき、歯ぐきがちゃんと。元気ですか？お隣にどんどん渡しててもらえるかな。ちょっと
さらに隣の葉月へ。すると違うとこ、ちょっと勝手に変えないで。しわくちゃんやったかと思ってびっくりしたわ。どうやればいいですか？どうやればいいですか？助けて。勝手にいじりすぎだよ。はい、じゃあもう泥遊びはここまででね。泥遊びってやめて。そんな、はい、これからちょっとこのアプリを使って歴史の授業をします。はーい。生徒たちは福沢諭吉チームとベートーベンチームに分かれて対戦。チームから一人の代表者を選び、テーマとして与えられた歴史上の人物になりきって森尾先生の質問に答えてもらいます。正解の少ない方が負けとなり、そのチームにはある試練が。一番なりきれたかったグループには最後全員残りで厳しい星を受けてもらいます。それでは用意スタート。補習が嫌だったら勉強あるのみ。スマホでチームに与えられた歴史上の人物にまつわる知識をヤフージャパンで検索。180センチあるんだ。え、イケメンじゃない？でも待って、うちが知ってる諭吉じゃない、これ。みんなでガヤガヤと騒がしく調べる諭吉チームに対して、ベートーベンチームは真剣そのもの。はい、残り3分。慶応の勝者だった。勉強に取り組む姿はいいね。試験に備えてラストスパート。1777年12月16日に生まれた。1770年3月26日に死んだ。そうなんだね。それだけ覚えてても。終了。はい、終わりです。はい、皆さんたっぷり勉強しましたね。足りない。さあ、成果を発揮するなりきり試験。まずは騒がしかった福沢諭吉チームから。では代表者を発表したいと思います。はい、リノちゃん。そうだ、そうだ、だいける、じゃあもういけるよ。だってめっちゃ勉強してたじゃん、一人だけ。怖いね、これ似てる。もう諭吉さんですね。そうです、私が。あなたは福沢諭吉さんですよね。そうです。でも何でも答えれますよね。答えますよ。はい、じゃあ問題いきます。はい、学問のすすめの冒頭の、はい、天話の後を生で聞かせてください。天話天話天話、私たちに恵みを与えた。わあ、言いそうだね。ぽい。天は私たちに恵みを与えた。続いて質問いきます。はい、はい、西洋文化を日本に取り入れたことでも有名ですね、諭吉さん。そうです。なんという言葉を初めて日本に紹介しましたか？西洋文化。西洋文化。西洋文化。そうですね。そうですね。私はブロッコリーを。あ、ブロッコリーを紹介してくれた。そうです。なるほど。わかりました。あと聞いていいですか？どうぞ。アメリカに行った際に通訳として一緒に渡米した人物は誰ですか？あ、知ってます、知ってます。はい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 。徳川家康です。はぁ、え、同じ時代に生きてた？時代がね、同じ時代に生きてないです。あれれれ、江戸時代に一緒にいました。通訳としてですよ。通訳。あ、ザビエル。ザビエル。ね、勉強したこと一個も出てなくて。確かに。なかなかひどかったな、これ。はい、続きまして、ベートーベン。代表者。ま、ホさん。先生、どうしたの？は？まって言ったらまんでしょ。出過ぎだよ。いや、出過ぎだよとか言うなよ。お前、フルティじゃねえだろ、そもそも。入れてよ、もういいしょ。はい、まほちゃん。いやでも一番いいんじゃない。ねえ、いけそう。先生、ちょっと怖い、遊ばなくていいね。先生がピアノ行かなくていい。
アメリカンコメディみたいな。ねね、眉毛がベートーベン。もうベートーベンさんになってますよね。ベートーベンです。もう全部答えます。そんなんなのベートーベン。ベートーベン弱いね喋りね。日本語上手ですね。ベートーベンです。ベートーベンです。このどこの生まれ？どこの？ベートーベンです。じゃあベートーベンさんいきますよ。はい、今やメジャーとなったある道具を初めて使用しましたね。はい。はい、その道具とは何ですか？その道具とは。はい、稲作で使うあの耕すやつです。でそれも喋りのキャラでそうなってたね。ベートーベン関係ねえじゃん、ね、音楽の方ですよね。そうです。音楽に関係するもの確か音楽に関係するもの使い初めて使用したって聞いたんですけど、はい、それが何か聞きたかったんですけど、ですね、鍵盤ハーモニカです。鍵盤ハーモニカ。え急にピアニカ。こうやつやっぱ音楽使うから唾ペッペってやるやつ。それそうです。多分ピアノはデデデデデやったと思うんですけど、はい、鍵盤ハーモニカ、まあ、それ知らなかったですとりあえず。ですよね、もっとなんかねあれまあいいですわ。はい、ではベートーベンさん、はい、これはもう全然いけると思うんですけど、はい、あの代表曲を3曲お願いします、はい、あれです。はい、あら、はい、ちょっと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 、ヒソ代表曲3曲、ヒソヒソヒソ、いいねいいね、映ってる映ってるね、このキャラ。ピアノソナタ、ピアノソナタ。最後は運命。本物だ。本物ですよ。本物だ。マジで札幌にいるの？いる。わー、降りてきた降りてきた。すげーゲスト。それじゃあ最後に死ぬ間際の一言、諸君に続く名言を生でお願いします。諸君、諸君は滅亡。怖いわそんな。怖い。嫌な予言者になっちゃった。ノスタルガムスになっちゃったよ、やだよ。ベートーベンそういう職業じゃないと思うけど。ベートーベンは、うん、あの将来も見える未来も見える。すげえ。未来も見える。ビースじゃねえよベートーベン。このキャラないから。はい、というわけで星を受けるチームを発表したいと思います。星チームはもちろんユキチ。これから居残りで補修ですから、こちらのベートーベンチームは解散です。お疲れ様でした。お疲れ様です。失礼します。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。何も知らないまま体育館に呼び出された3人の生徒たち、今日の授業は体育。使用するアプリは身体感型ゲームゴーダンス。難しい操作は一切不要。スマホのカメラで体を認識させた後、流れる曲と画面に映るダンサーの振りに合わせて踊るだけ。カメラが骨格レベルで認識しスコアを決定します。得点が最下位になった人には罰ゲーム。嫌でもやるしかないんです。アイドルゆえに高得点が絶対条件ということで、特別講師をブッキング。菊池あゆみ先生はニューヨークでのダンス修行を経て、日本の一流アーティストたちのバックダンサーとしての経験も持つ札幌在住のプロダンサー。早速あゆみ先生による簡単な個人レッスンがスタート。しっかりと勝負曲の振り付けを覚えていきます。試験に備え教えてもらったダンスの振りを自分のペースで反復練習。3人からは笑顔が消え真剣な表情に。難しい。ダンスバトルスタート。
まずはリーダーのゆか、5万点以上のトリプル A を目指せ。すげー、すごい。果たして得点は？残念、目標の5万点には届かず。ダメだ。なんで？めっちゃ良かった。ダメだ。なんでここだから。足りなかった。ダンスってここだから。やっぱこのゲームにまだ届かなかった。それは自分の実力が甘かったマジで。舐めてかかんない方がいいマジで。よかった。リーダーの言葉を胸に、葉月のチャレンジ。長い手足を使って華麗に踊った葉月、勝利の笑顔となるのか。果たして結果は？お見事、5万点以上のトリプル A を獲得。葉月の高得点を超えられるか、リノのチャレンジ。ちょっとぎこちなく見えたリノのダンス、その得点は？惜しくも5万点に届かず。あれ皆さん、めっちゃ下がった。あれ皆さん、特権の一瞬、特権本が。3人の得点はご覧の通り、葉月だけが5万点超えのトリプル A を獲得。大会はなんとリーダー。お願いします。ドーキン、ドーキン。皆さん、お疲れ様でした。みんな汗かいたからね、すっごい ね、汗かいたからね。帰りましょう、帰りましょう。だった。あー、しかも雑巾っていうか、めっちゃ綺麗なタオルじゃないですか。これ拭いていいですか。よいしょとか言っといて、雑巾がけは部活の時やってました。部活の時にやってました。やっぱ雑巾がけもここだと思います。何やってんだ自分マジで。おお、と本当にそれ、こういう風にしちゃうわけ。あ、お疲れ様です。あれ、またアプリいじってまた遊んでんの。そうなんですよ、ね、何やってんの。今日もめっちゃ面白いアプリ見つけたんで、ちょっとやってもいいですか。教えてよ。あの、チャーハン作るよっていうやつなんですけど。チャーハン作るの？チャーハン作る。アプリでチャーハン作れちゃうんですよ。スマホをフライパンのように振ってチャーハンを作る体感ゲーム。焦げないように、こぼさないように、全てのお米を炒めると得点が値段として表示されます。絶品チャーハン目指して、いざトライ。はいはい、どういうこと。じゃあちょっといきますね。チャーハン、え、もう始まってます、もう始まってます。本当に鍋を炒めるよ。あ、なるほどね。あ、ね、ヒロキーズキッチンだこれ。やっぱこっちを引くっていう感じ。はいはいはい、は要は黄色いね、全部この白い米が黄色くなればっていう。やっぱうまいな。かっこいいな。出ました。あ、できたの。お値段4260円でございます。値段って結果が出る。結果が出るんですよ。ちょっとあの、
若干少なめなんですけど、ほぼこぼれました。ちょっと降ったらこぼれるの？降ってこぼれたらちょっとやっぱ少なくなっちゃうんですけど。こぼれて4000何本？高いよ。この量で、この量でちょっと4000何本ですけど。インフレですか今。あれ森尾さんもやっぱお料理の方は？私はもう得意中の得意ですよ。ちょっと腕前見せていただいてもいいですか？やらせてちょうだい。いきます。私あの中華料理昔バイトしてました。すごい。豪華にされる豪華にかかる次があれ見えてる見えてる大丈夫かな見えたかかまた、はい、あ、お2粒2粒くな粒くな粒だけどおかしいなこれツイッターマークあるけどツイッターでもできるのこれあ、もう上げなくて大丈夫ですよ上げたいよ先生もう一個僕すごい面白いアプリを見つけたんですけど人生のエンドロールと言いまして人生のエンドロール、切ない感じの終わったぐらいの名前と性別、生年月日を入れるだけで適当な BGM に乗せて適当な思い出だらけのエピソードをエンドロールで紹介してくれます。早速森尾先生で試してみると、おお、森尾新世紀救世主伝説のエンドロールです。おお、大げさだ。かっこいい。1973年3月31日に生まれると、うん、森尾と名付けられる。付けられてないよね。坂上からだよな、ね、初めての言葉を喋る。初めての言葉は逃げるぞ。絶対いないよね。何があったの？すごいですね。親がっかりよ、急に初めて喋った言葉逃げるぞ。しかも男言葉でしょ。2003年以前から付き合っていた鈴木陸と結婚する。それいつ、いつ2003年です、ね、終わってるよそんな事実ないよ鈴木陸から、あ、ここからもどんどん未来です。2044年には独立を目指し退社する。で、同じ年にプロテニス選手になる。遅くないか2044年ですよ30年後だから70歳で最年長テニスプレイヤーだよ。しかもそこでデビューでしょ。デビューですよ、すごいですよ。114年生きてますからね。114歳まで生きんの？すごい、これすごい。バイキンなんか腑に落ちねえな。腑に落ちねえけど授業行ってくるわ。はい、なんだかな。一生懸命生きてください。一生懸命生きてるわ今も。じゃあ行くよ。今日の授業でお勉強したアプリは、怪人百面相で誰かに変身し、ゴーダンスで汗をかこう。美味しいチャーハン作ってエンドロールで遊ぶことも忘れずに。お疲れ様でした。今日の補習は頭の血行が良くなる激痛足つぼマッサージ。じゃあここはリノから来ますね。リノのせいだから。そうだね。これは靴。あ、棒を使うやつでこれね。まず指で行って、指で行って、嘘でしょ？困るそのリアクション。困るよ。健康だったら痛くないってことですか？そうです。あとちょっと鈍いと。なるほど。なるほど。あ、そういうことね。はい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 。